小規模多機能の機能っていうのは、まあ、通常はデイサービス、必要に応じてショート機能、短期の、入所、それからホームヘルパーさんの訪問という3つの機能がございます。私も現在今京都市内の方では、まあ、通所介護ということを、現在やっております。まあ、その中で私が あちこち、まあ、小規模多機能の方施設を見せていただきましたけど、やはり京都市内にもないようなもっと、柔軟な弾力的に応じたもので、特に利用者ニーズに応えてあげる、例えば一緒にヘルパーさんにしても、やっぱりそのヘルパーさんとしての、まあ、掃除洗濯っていう家事援助部分じゃなくて、例えば近くの、いい病院あたりに一緒に通院に行ってあげるとか、一緒に買い物に行くとかという、まあ、実際問題なかなかその、訪問介護でもできない部分をできたら、まあ、してあげたいということと、今回はもう9室もうマックスを取りましたんで、できるだけ多くの方に、まあ、ご家族さんがそうして緊急とか、長期の、ご事情で高齢者の方見られないということにもしっかりと対応できるようにマックスで、救出をさせていただきました。高齢者アパートとか、あと、京都市内でも大阪市内でも多い有料老人ホーム、住宅型とか、介護付きとかありますけど、まあ、内容的に言うたら外部での委託サービスを受けるということで、値段等も一応全部見せていただきましたけど、かなり金額が高いので、できるだけ、介護サービスを使うこと以外生活できる最低10万円を切るぐらいのもう、金額でその1ヶ月のご利用料金がをということで、安くてやはり、施設に入所できない方、入所待ちの方、施設を追い出された方、なるべく取ってあげるということで、まあ、今回、その代わり必要、ご家族さんご本人さんがご希望されれば、ターミナルというか、お亡くなりになるまでそこで、見るつもりではおります。そこが多分、他のところとは多分違うとは思います。小規模多機能型居宅介護適合高齢者専用賃貸住宅夢ライフ橋立は、これまで培ってきた経験と実績を生かし2011年4月にオープン。高齢者の皆さんが安心して暮らしていける社会の実現を目指していきます。